ではマイク上げます。はい、はい、やってまいりました。瓦職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組はさまざまな分野の専門家をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に生かしてもらえれば幸いです。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 また FM ギノワンではUstreamとツイキャスにて映像と音声を配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。さて、本日もゲストの方をお招きしております。パワフルマネージメント、代表広瀬浩一さんをお招きしております。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に、自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。鹿児島県で生まれただけ、大阪育ち、得意言語は関西弁ということでね、今実際には恩納村に住んでますけども、実は人材育成の会社をさせていただいていて、はい、最終的にお給料が上がればいいなと思いながら、はい、いろいろセミナーとかね、企業研修とかさせていただいているところです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。広瀬浩一さん、明日の給与コンサルタント、はい、CPCC プロフェッショナルコーチ、アンガーマネジメントコンサルタント、はい、マンダラチャート認定講師、はい、メンタルヘルスマネジメント、2種、ファスティング、インストラクター、はい、そして沖縄県中小企業家同友会の、中部支部の幹事も務めていらっしゃるということで、はい、ちょっと聞きたいことがたくさんありすぎて、どうぞどうぞ喜んでなんですけど、CM の後にお話を伺わさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。承知しました。では CM に入ります。一番欲したいのはどれですか？やっぱり基本人をどう育てていけばいいのかな。関西個人のマネジメントと企業のコンサルタントがメインっていう僕の中の認識があるんですけど、はい、人材を育成するっていうのがもうメインっていう。もう基本はそれをやって業績に貢献できれば、うんうん、お給料が上がるじゃないですか。うん、そうですね。いい顔したんですよ。で、ところが今度はどれぐらい上げるのかって基準がいるんで、人事評価制度の構築とか、導入サポート、この辺もやっているということです。これあっちのカメラ、なんか今も流れてるんですか？はい。あ、そうなんですか。緊張してるのがバレる。はい、まもなく CM 開けます。はい、はい、ではマイク上げます。はい、お届けしている番組は、瓦職人のヒーローにインタビューです。お相手は株式会社シュレーホームの池田です。本日もゲストの方をお招きしております。
パワフルマネージメント、代表、沖縄県中小企業起業家同友会中部支部幹事の、広瀬浩一さんをお招きしております。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほど、いろんなあの資格などをちょっと紹介していただいたんですけども、はい、パワフルマネージメントという会社はどんな会社なのか簡単に紹介していただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。まあ、もともと社名なんですけどね、はい、まあ声の大きいこと声の大きいことで、はい、自分自身がいろんなセミナー受講しに行くと、はい、すごいパワーですねみたいな、はあ、そういうコメントをいただいたので、あ、はあ、あ、じゃあもうパワフルマネジメントにしようかなと思ったのと、はあ、もう一つは願いがあって、はい、お一人お一人がね、はい、自分自身の人生について、はい、パワフルにマネジメントできたら、うん、あくまでご本人の行きたい方向とか、はい、目標とか夢とか、はい、そういうこうご自身をマネジメントするお手伝いができると、はい、とっても幸せだなと。で、はい、その結果会社の業績に貢献し、うん、お給料が上がるともっといいねとよくないですか。はい、そうですね。なのでそんなお手伝いをね、はい、まあ、企業研修みたいな形でさせてもらったり、個人向けにはオープンセミナーをさせていただいたりしています。はい、はい、ありがとうございます。広瀬さんの、自己紹介の、を調べさせていただいたんですけど、はい、個人 の, メンタル の, ケアだったりとか、どういうふうに持っていったらいいのかとか、イライラしない人間になる方法だったりとか、はい、すごい興味のある、内容のものがたくさんあったんですけども、はい、この、パワフルマネジメントを、立ち上げるきっかけになった出来事などあればお伺いしたいんですけども、はい、ありがとうございます。もともとね30年会社員をやっていて、はい、結果的に自己都合退職したんですけど、はい、きっかけはね東日本大震災なんですよ。はい、で知人親戚はいないんです、はい、いないんですけども、こう連日報道で大切な人が見つからないとかね、はい、家が流されたとか会社が流されたとか、うん、こういう報道を聞いてた見たり聞いたりしていた時に自分に質問してしまったんですよ、はい、今自分から仕事会社がなくなったら、はい、自分は一体どうなるんだろうねと想像したんですよ、はい、そしたらねあれと思って、はい、生きていけるよねと、はい、会社がなくなってもああ生きていけるよと、うん、なぜかっていうと30年間私はずっと販売促進の部門にいて、はい、売るというね、はい、ことに特化した販売促進を、はい、小売店と一緒になって展開をしてきたり、はい、半分ぐらいは人材育成の研修を運営しておりましたので、はい、あ、人材育成に生きていきたいなと思って、うん、それでもうやめようと思って一瞬でやめるという決断をしました。それはやっぱり東北の方だったりとか会社を失った人とか苦しい立場にいる人たちに、そのノウハウを教えて自分で立ち上がれるようになるきっかけになってほしいとか、そういうことを、ね、そうですね、直接的にはねちょっと関与するっていう発想はなかったんですけど、はい、ただしやっぱりあの時にやっぱり日本全国が悲しいんだし、そうですね、本当にこう助けてあげたいっていう気持ちで、うん、募金活動がいろんなところで行われたりっていうのがあったと思うんですよ、はい、だから逆に言うとね日本国内でどんなことがあっても、うん、日本国民日本全体が元気で、はい、経済が豊かになってれば、はい、もうどうぞ喜んで使ってくださいと、うん、もういくらでも言えると思うんですよね、はい、うん、だからそんな状況を作ろうと思うと、うん、やっぱりこうどうも職場に慣れずに辞めていくっていうことを防止していきたいとか、はい、特に若い皆さんは、うん、できないことができるようになれば成長じゃないですか、はい、できるようになる手前でやめたらもったいないねというのがあって、うん、なのでできるようにしてあげるのが我々先輩の会社員のあるいは経営者の仕事ですよねと、はい、こんな考えで、はい、まずは沖縄県内からね、うん、元気にしていきたいと、はい、
そういう思いです。はい、ありがとうございます。それではですね、広瀬さんの、この、講師インストラクターなどの、肩書きがいくつかあるんですけども、はい、僕の気になったところで一つあのアンガーマネジメントに関して、はいはい、少しあの質問させていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、アンガーマネジメントっていうのはあの一口に言うとどういったことなんでしょうか。はい、あの喜怒哀楽ってありますでしょ、はい、喜怒哀楽の中の一つの怒りの感情にスポットを当てて、はい、怒っちゃダメよということではなくて、はい、いかに自分の感情を受け入れて、はい、上手に付き合っていくかっていう心理トレーニングなんですよ。例えば池田さんはね、イライラ、はい、しやすい、しやすい、ものすごくこれが気になってですね、はい、例えばどんな時にイライラしやすいですか。何かあの、まあ、僕ら現場職人なので、はい、まあ、現場でうまくいかないことがあったりだとか、うん、まああの、まあ、スタッフ同士で意見が食い違ったりだとか、そういう道が混んでたりとか、なるほどまあ単純なことだったりもするんですけど、はい、まあ、昔から短期で、あ、そうですか。30超えてあの少し良くはなったんですけ ど, なるほど、あの、まあ、それでもやっぱり抑えてるっていう感覚ですね。どっちかというとイライラしなくなったっていうよりかは抑え方を学んだという感じで、なるほど、このアンガーマネジメントっていうのをあのちょっと前にその調べた時に、はい、あのこれを取り入れられたらものすごく自分にとっては強いなっていうふうに。そうですね、うん、あのアンガーマネジメントはね、はい、我慢は NG なんですよ。あ、そうなんですね。なぜかというと溜め込んでるだけで、はい、いつか何かの瞬間に爆発する可能性があるので、うん、溜め込まない方がいいんです、うんうん、はい、ただし感情をぶつけても、はい、なんかお互いに感情的に言い合いだけで、はい、何にも残らない時間を過ごしてしまうっていうことになりますのでね、うん、はい、さっき意見が違うっていうのがあったと思うんですけど、はい、これ単純に意見の違いなので、はい、イラッとする必要はなくて。そうですよね、冷静に考えたらそうですよね。そうなんですよ、はい、おそらく何が一番ベストな方法だったり、うん、ベストな考え方なのっていうことが、はい、お互いに意見が合えばいいわけですよね。はい、はい、そうですね、はい、なので、一つアンガーマネジメント的にヒントをお伝えするとするとね、はい、怒っていいんだけど怒りの感情は湧いていいんだけど、はい、怒る必要のあることは上手に怒りましょうと、はい、怒る必要のないことは怒らずに、はい、いられるようになりましょうと、はい、でその結果怒りの感情が原因で、はい、後悔しない、うん、ということを目指しましょうねということなんですよ。あ、なので怒る必要のあることなのか怒る必要のないことなのか区別できてないとしたらそこが問題なんですよ、うんうん、そうですね、怒りの感情自体は良、うん、くも悪くもないですよ。単なる感情の一つなんで、はい、うん、その区別ですよね、はい、例えば車の渋滞って池田さんの力でなんとかなります？ならないですね。ならないですねお天気とか、はい、なんともならないものは感情を乗せる必要ないですよね。そうですね、まず受け入れる、はい、あ、そういうことですね、受け入れるってことですね、うん、だってコントロールできませんから。そうですね、ね、受け入れる、はい、でその次に受け入れたとしたならば対処方法を考える、うん、で対処方法を考えておいてそれをやってみる、はい、それを準備しておくといいですよね、うん、なのでああもう遅れそうとかね、はい、時間に追われてる時ってやっぱりイライラしやすいかもしれないですよね。まあ仕事でもそうですし、ね、車でもそうですね。だけどそういう時に焦ってもしょうがないしイラッとしてもしょうがないんで、はい、遅れそうになった時はお電話をして遅れますよと、はいね、はい、言えばいいだけ
逆にそれをやっとけば安心できるっていうこともあるんですけど、うん、多くの場合コントロールできないことに対してなんとか早く行ってくれとかね、うん、もっとアクセル踏んで雨をやんでくれって拝んだりするんですよ、はい、これ無駄な行為なんですよね、うん、確かにですよね。だから例えば急な割り込みでも、うん、イラッとするじゃないですか、車のなんか事故を起こしそうなぐらい、はい、もうちょっと余裕を持って入ってね、うん、入ってくれたらいいんだけど、はい、急に割り込んでくる、しかもウインカーもつけずに割り込んでくるとかね沖縄あるあるですね結構怖いっていう思いは結構経験あるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、それもそうなんですよ、コントロールできないんですよ自分の力では。うん、でね、もう受け入れるしかない。じゃあもしそういう目にあったら、はい、私の場合どうやってるかっていうと、はい、これは変な希望的に祈るんじゃなくって、はい、その急いでる方、何か理由があるかわからないので、はい、何か理由があるんだろうねと解釈するようにしてます、うん、で優しい先輩もそう言ってました。でその次にね、はい、私が何を思うかというと、はい、目的地まで無事故で到着してくださいねと、あ、その人に対して、その人に対して、はい、と思うようにしたらイライラしなくなりました。うん、冷静に考えたらそうなんですよ、はい、そうです。その人がね、私の進行方向で事故を起こされたら、はい、渋滞に巻き込まれて私が今度は遅れるなんていうことになるので、はい、一番平和なのは、はい、無事故でその方が目的地に着いてくれれば、はい、世の中一番平和なんですよ。そうですね、なるべく早く急いでるからね、もしかしたらお母さんが、事故に巻き込まれて急いでるかもしれないとかね。そうですね、うんうん、そういうふうにして思うという対処方法に変えました。うん、素晴らしいですね。それからね、不思議とね、はい、イラッとしなくなりました。それはアンガーマネジメントをやっぱり学んでからということですかね。学んでからですね、それはね。やっぱりパワフルマネジメントを、起業するにあたって、このアンガーマネジメントっていう考え方とか、そのスキルというかは、はい、やっぱり必要だと思って、こういう資格を持つようになったんですかね。はい、結局今ね、厚生労働省が5年に1回、はい、労働者の健康調査っていうアンケートを取ってるんですよ、はい、で最近では平成24年にアンケート調査してるんですけど、はい、そのデータによりましたらね、仕事上職場において不安とか強いストレスはありますかみたいなアンケートで、はいはい、ありますって答えてる人何割ぐらいいると思います？6割7割ぐらいいるんじゃないですか。正解なんですよ、6割いるんですよ。あ、そうなんです。はい、でね、原因の第1位、はい、筆頭第1位はね、人間関係なんですよ。なんかわかる気がします、うん、で特に上下関係でいきますとね、うん、怒った上司は大抵の皆さんが数分で気持ちが切り替わるのに対して、はい、怒られた部下は1年以上引きずってる人もいるんです。なるほどだからこれってね、企業、まあ同僚という立場にしても、はい、もったいなくないですか。なんかもったいないですね、変な感情を持って、はい、呼ばれたから嫌だけど返事するとか、うん、嫌だけど来いって言うから来てやったぞって思われながら部下が来るよりも、はい、ね、良好な人間関係でパフォーマンスを発揮してくれた方がいいと思うんですよ。間違いないですね、うん、なので、うん、組織運営上で役立つものについても、はいはい、しっかり私が学んでお伝えできたらなと思って、はい、資格の方はね、はい、取らせてもらってます。はい、なんかもう見る限りですね、僕が僕に抜け落ちている部分を広瀬さんに指導していただいたら、すごく補ってくれるんではないかっていうので、ちょっとすごく広瀬さんに僕は興味がすごいあるんですけども。惚れないでくださいね大丈夫です興味は持ってもらっていいですけどはい、ありがとうございます。
そうしましたら、メンタルヘルスマネジメント2種、はい、ファスティングインストラクターという、肩書きもあるんですけども、はい、このファスティングは個人的にこの、マネジメントの中に必要あるものなのかなっていうのはすごく疑問に思ったんですけど、おっしゃる通りですね、はい、私は基本的に心技体なんですよ、分かりやすく言うと、はい、心、はい、技、はい、ね、瓦職人だと瓦をこうきれいに敷き詰めていく職人技ってあるじゃないですか、はい、ね、能力、はい、やっぱり私たちがパフォーマンスを発揮していくためには、はい、持ってるものしか出せないじゃないですか、はい、そうですね、ね、ということはないものは手に入れる、はい、持ってるものはさらに磨く、うん、そうすると心技体、心の問題は、うん、さっきの怒りの感情の叱り方、はい、これで上下の関係組織がうまくいくし、コーチングなんかだと自分は本当にどういう人生を歩んでいきたいのかって自分の人生をコントロール、うん、考えていくこともできるようになります、はい、ね、で、うん、仕事上に必要な技、うん、そして体、はい、これはね、最近健康経営という考え方があって、はい、社員が健康体で打ってくれるといいけども、はい、例えば事故であろうが何であろうが3ヶ月休んだとしたら、はい、経営としたら、あるいは仕事をこなす現場の皆さん、チームメンバーからしたら、はい、痛手じゃないですか。そうですね、ね、うん、なのでやっぱり体は体で意識したいなという中にあって、はい、ファスティング、つまり断食ですよね。うん、うん、これやっぱり断食をやるとどんないいことがあるかっていっぱいあるんですよ、はい、知りたいですか。例えば例えば、はい、あのね、いらないもの、体の中のいらないもの、いわゆるデトックスっていうじゃないですか、はい、うん、細胞の中に入ってるんですよ、はい、細胞の中に入ってるんで、ファスティングするとどうなるかっていうとね、はい、細胞の中のエネルギーを使ってくれるんですよ。なるほど。細胞の中のエネルギーを使うとね、はい、結局余分ないらないもの、まあ、重金属、はい、ヒ素とかいろいろね事件になったりしましたけど、はい、やっぱり出やすいっていうメリットもあるし、 そうですね、はい、それからまあ結果として痩せるっていうのもあるし、痩せるっていう目的よりも私はやっぱり自分の場合どうかっていうと、あれやったらできるねと、うん、3日間やるんですよ、ファスティング、断食をですか。断食を3日やって3日ぐらいかけて元の食事に戻していくってやるんですけど、私の場合どんないいことが起こったかっていうと、固形物を口にしないので、まあ4日目の固形物の味の敏感、はい、舌の敏感さがすごく際立ってあれ美味しいねと、もう植物、食べ物に対する感謝も出てくるし、はい、でやれたっていう自信ですよね、はい、だから僕いつでもね断食できますから、はい、僕は暴飲暴食やり放題なんですよあ、そうなんだ、はい、いらないものをファスティングで出せばいいので、はい、で今はねファストフードもあるし、はい、やっぱどうしてもね仕事してると、はい、パッとこう食べたいみたいなところもあるじゃないですか。そうですね、まあそういうこう時代の変化が激しい、はい、スピードを上げてやりたい、うん、と考えると避けて通れない食生活もあると思うんです、うん、はい、だからそういう意味では一旦リセットする、はい、という意味で、うん、すごくいいです。そうなんですね、はい、やっぱ脳も一回クリアになるとかって言いますよね。そうですね、クリアになりますね、うん、で意外とねあれこれ朝昼晩ご飯食べる時間があったわけでしょ、はい、いらないんですよ、うん、ファスティング期間中は、はい、時間のあること、時間のあること、あ、めちゃくちゃ時間余りますよ、うん、そうですね、2時間か1日2時間以上食事空くんですよ、仕事できるんですよ、ね、はい、趣味に使ってもいいし、はい、本読んでもいいしこれ大きいなって感じましたね。うん、はあ、で僕そのおかげでね8キロ痩せました、はい、あ、そうなんですねあ、なるほど、ファスティングっていうのはじゃあそういう心技体の体の部分という、体の部分ですね、うん、ありがとうございます。では一旦 CM 挟んで、また、質問をさせていただきたいと思います。はい、一旦 CM に入ります。ファスティングってよく
そうですね、僕なんかそういう周りになんかそういうのやる人がいるので。あ、そうですね。何を質問していこうかな。さっきのとかも後で触れさせてもらうのと、そうですね、一番今日が一番僕にとって大きな山なんです。と言いますか、今日はあの3時間前にやってくれって言われて。あ、そうですか。あんまり情報がそういうことないっていうのもあるんです、ね、なるほど。僕にとって専門家紹介のサイトなんですけど、いろんな専門家競合がいっぱいいるんで、はい、あえて営業に絞って。あ、そういうことなんですね、はい。だけじゃないぞ、掲載しませんかって言われたんで、うん、セールストレーナー、セールストレーニングっていう分野ないよね、その分野作ってやる、だったら入る。ああ、そう。最近営業を毛嫌いする子も増えてるんで、もったいないなと、営業楽しいな。講習、研修とかっていうのは、今でも依頼があったらやってる、やってますよ、やってます。研修についてちょっとどういった研修をされてるかとか、あ、はい、今までに面白い、一番難しかったこととか、あ、楽しかったこととか、まもなく CM 開けます、はい、そういうところから研修についてどういった研修をしてるかっていう質問をさせてもらいます。はい、マイクあげます。はい、お届けしている番組は瓦職人のヒーローにインタビューです。お相手は株式会社シュレイホームの池田です。本日はパワフルマネージメント代表、沖縄県中小企業家同友会、中部支部、幹事の広瀬浩一さんをお招きしております。改めてよろしくお願いします。お願いします。では、いくつか質問させていただいたんですけども、はい、何を質問しようとしていたのかちょっと飛んでしまったんですけども何はい、いろいろですね、広瀬さんはいろんな手広く、マネジメントや、あれですね、メンタルの、メンタルヘルスマネジメントや、マンダラチャートの、認定講師なども、やっているということで、個人や企業の、メンタルや、要は、コンサルタント的なことを、はい、やっていらっしゃるんですけども、はい、今までに、何か会社を立ち上げて困ったことだったりとか、はい、楽しかった嬉しかったことなどあったらちょっとお聞かせありがとうございます。まあね、やっぱり私としてはね、はい、理想を追求したいんですよ、はいはい、ですぐには叶わないけど理想は見失いたくないみたいなところがあって、はい、ただし私がその理想をお取引先、ご依頼先の企業様にちょっと強くぶつけすぎて、はい、向こうもしんどかったなっていう思いが、はい、あると思うし、はい、私としてもやっぱりあれと思って、うん、まあ終わってからね、はい、もうちょっとこう順序立てるみたいなところは慎重に、はい、研修の中身を組み立てていかないといけないとなみたいなことはあったりしますね。で一方でやっぱり何が楽しいっていうとね、いや勉強になりましたなんて言っていただけるとそうですね、嬉しいのと、はい、で営業の研修とかもやりますのでね、はい、やっぱり研修やってしばらくしてからお会いしたときに、広瀬さん今まで苦手にしていたお得意先の人と仲良くなって、はい、受注も取れましたよとかね、あ、こんなやっぱ感想をいただいたときはもうめちゃくちゃ幸せですよね。うん、もうその晩泡盛一生なくなるくらい嬉しい感じがしますよね。うん、なんか逆にこうなってほしい
まあ、いろいろ思いがあってこういう、授業をやってると思うんですけど、はい、なんか伝わらなかったなとか、うん、なんか失敗しちゃったなみたいなところもあったりしますかね。ありますね、やっぱり少ないですけどね、うん、あるにはありますね、うん、2、3度ね。あの以前その30年働いていた企業っていうのはここはオフレコになるんですかね。いや別にいいですよ。シャープで30年間勤務されていて、はいはい、そこでも講師というか、はい、研修などになっていたということだったんですけど、そうですね、はい、基本的にはそこからこう進歩していって今の形になっていった、はい、みたいな感じですね。はい、うん、ありがとうございます。研修に関してはあの沖縄でも今ご依頼があればあの、はい、いつでもやりますよって先ほどお伺いしたんですけども、はい、あのどういった研修をあの沖縄県内では行っているんでしょうか。基本的にはあの、まあ、お電話なりメールなりいただくんですけど、はい、まあ、ピンポイントでこれこれこういうこと、例えばさっきのアンガーマネジメントやってますよね、はい、アンガーマネジメント企業向けにやってますかとかね、はい、そういう企業さんもあれば、今ちょっとそのマネージャーを強化したいと思ってるんだけど対応できますかとかね、はい、新入社員の研修できますかとか、まあそういうピンポイントのものもご依頼もあれば、ちょっとおぼろげながら、やっぱりね人材育成やってこなかったんで、あのこれからやっぱり人材育成、まあ人に対してね、従業員に対してやっぱり成長してもらいたいし、はい、あのこれからは定期的にね、我が社としても研修を導入していきたいんだけどみたいな、はい、つまり何をやってくれたらいいか依頼先も分かってないっていうケースもあるんですよ。あーはーはーはー、なるほど。ただやっぱり社員のためにやりたい、うん、はい、何やったらいいんでしょう、はい、あじゃあいいですよって言って、あの一回お会いしてね、はい、いろいろお伺いして方向性見出すところからスタートしましょうかなんていうこともやったりしますよね。うん、なんか経歴のところであの建築土木会社で研修をあの、はい、行ったこともあるということなんですけど、はい、業種っていうのは特に限り区切りはないんですかね。もう全く関係ないです。あ、そうなんですね。はい、なるほど。営業も全く関係なく、そうなんですね。あのシャープにいたからね、はい、電気製品しかできないのじゃなくて、はい、もう関係ないですよ。はあ、それこそ住宅から、はい、自動車から、はい、洋服から、はい、何でも来い。接客する店舗もいいし、はい、訪問型の営業さんでもいいし、はあ、なるほど、何でも OK です。なんかあの個人向け、セミナーというのも、はい、あのやってるということで、あの例えばあのリーダーになったけどもどういうふうに部下を指導していいかわからないだったりとか、はい、部長になったけど僕は部の長になる資格はないと思ってる仕事をしてる方もいると思うんですけど、はい、そういった方が企業ではなくて例えばあの個人で、うん、あの広瀬さんにお願いしたいっていうそういう提案の仕方もあるんですかね。あの今までは過去はありませんが、はい、ただパターンとしてはコーチングというスタイルを使って、はい、行っていくっていうことは可能ですよね。うん、そうなんですね。それなりに頂戴しないといけませんけど、ね。はい。そうですよね。はい。いや僕はなんかあのものすごいこのあの要はメンタルの、はい、持っていき方だったりとか、うんうんうん、さっきのあのアンガーマネジメント、はい、ストレスを感じない人間に育成するというようなことだったりとか、うんはい、そういうのがすごくあの興味があって、うんうん、あの個人向けで。僕だけじゃなくて他にもあの個人でちょっと広瀬さんのノウハウを知りたいなっていう方もいるんじゃないかなと思ったので、はい、ちょっと質問させていただいたんですけど、ありがとうございます、はい、ぜひあの個別のコーチング、はい、これは電話でもいいの、はい、あそうなんですね。だからお互いにねどっか集合ということをやる必要なくて、はい、静かな場所をお互いに確保して、はい、自宅でもいいし、はい、そうなんですね。はい、そうですね。場合によったらあのカラオケボックスでコーチングをやったことありますよ。ああ、そうなんですね。意外とあのカラオケボックスって昼間安いんですよ。ああ、そうですね。確かにそうですね。昼間安いし静かだし。はい、はい、あのじゃあ場所を問わず静かなところだったらあの構わないです。できるということ。お会いしてもいいし、お会いしなくてもいいし。うん、はい。
ありがとうございます。匿名でもいいですし。あとですね、このマンダラチャートっていうのがすごく、最近よく耳にするものなんですけども、はい、ど忘れしてしまったんですけど、あの大リーガーの二刀流のね、はい、はい、大谷選手が、はい、このマンダラチャートっていうのの考え方を利用して大リーガーまで上り詰めたっていうのを聞いたことがあるんですけど、そうですね、はい、このマンダラチャートっていうのは誰にでもできるものなんですかね。そこなんですけど、はい、基本的にはマスなんですよ、はい、四角いマスが区切ってあるだけなんですよね、はい、突然渡されても、はい、はい、書いてって言われても書けないです。あはははまず書けないですよ、うん、一人ではできないということですね、最初は、うん、慣れないうちは、はい、なので、これもやっぱりツールなんですよね、単純にね、はい、思考の発想を広げたり、はい、まとめたりするツールになりますから、はい、最初はそのマンダラチャートを使って、例えばじゃあ会社なら会社、はい、全体でやってもいいですよ、はい、全員で将来この会社はどんな会社にしたいっていうことを、はい、マンダラチャートで一人一人が整理をして、はい、こういうふうに自分は考えましたっていうふうに発表し合っていくと、はい、あの人こんなこと考えてくれてたのなんていうことも分かるし、はい、これ意外とね会社ぐるみでやったら面白いんですよ。ああ、そうなんですね、うん、全員で提出して、会社の目標を決めていくというような感じですね。方向性を決めたりね。あでその中には自分の意見が取り入れられたら、はい、面白くないですか。そうですね、社員としては自分がちゃんと関わっている意識が出てきますよ ね、はい、そうなんですよ。なので今は企業研修の中で、うん、マンダラチャートを使って打ち合わせをさせてもらったテーマで、うん、マンダラチャートの上に整理をする、はい、そんな研修コースも、はあ、まあ今からね、はい、メニュー化をしようとしているし、もう経営者に絞り込んで、はい、12回コースなんていうのも経営者向けに12回コースマンダラチャートを使って、はい、頭の中を整理する、はい、で我が社のの社員には将来こういう風になってくれたら嬉しいですねとか、はい、頭の整理をするっていうのを12回、はあうん、パッケージにして、はあ年12回ってことですか。年間12回にするか、はあ、半年で12回にするか、はあ、これはもうすぐ企画をして始めようという風に今思っています、はあ、マインドマップっていうのはご存知ですか。わかりますよ。マインドマップと少し似たような感じになるんですかね。ただ根本的に違うのは、うん、マインドマップって特定のものだけはこう情報が結構豊富にあるけども、特定のものが少なかったりっていうのはあるじゃないですか、はいはい、マンダラチャートっていうのは基本は中心角があって、うん、その周囲を取り巻く 3×3 縦3横3、はい、3×3 の全部で9マスに埋め込んでいくんですよ、はい、なのでバランスよくまとめられる、はい、ということと、うん、さらに発想を広げたいときにはその中心角の周囲を取り囲む8個を、はい、さらにそれだけで8個作っていくっていうね、うん、そうすると9マスが全部で9個できるんですよ、はい、ということは81マス、はい、81マスで整理していくと、うん、本当に具体的に掘り下げることができるので、うん、中心になるのが目標、まあ、テーマだったり、うん、ゴールだったり、そうですね、に大きな題材があって、そうですそうですそうです、周りに、まあ、精神的なものからメンタル、まあ、精神とメンタル精神的なものからそのフィジカルとかその考え方、いろんな、ね、準備物とかね、こと、あ、そうですね、物を何が必要なのかとか、はい、そういうふうに掘り下げていくっていう考え方ですね。そうですそうですそうです、うん、なのでね、これいいのは何がいいかというと、はい、書けないマスがあったりするんですよ、うんうんうん、で、うん、私たちは最初は全然 OK なんですよと、はい、書けないということはその部分が今まで考えてこなかっただけなので、うんうん、それはそれで今一旦 OK でまずは完成させた上で全体眺めるんですよ、はい、全体眺めるとね、どっちが濃くてどっちが薄いってすぐ分かるし、はいはい、
今度は中心にテーマを置いてるでしょ、はい、そしたら中心と周囲隣接するものを見比べていくんですよ、はい、そうすると漏れが分かりやすいんですよ。一つのテーマについて周囲に整理していってるので、はい、あれこんなこと書いてたけどもこっちのマスにはちょっと抜けてるねとか、はい、例えば目標の管理、はい、進捗管理をしていく、はい、その項目はこれこれこれって例えば整理するとするじゃないですか、うん、はい、でも周囲を全体を見比べていくとそう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 、これもチェックしなきゃいかんななんて漏れに気づきやすいっていう属性があります。はあ、だからそういう意味ではね、マインドマップは自由に発想を広げることができるし、はい、メモ記録もすることもできますけど、マンダラチャートはそこから次のステップに進んで質を上げる考え、自分の考えを本当に表すっていうことがやりやすいフォーマットになりますね。うん、はい、なんか大谷さんの大谷選手のずっと前に見たことがある一つのマスの9個の中に、はい、審判にさんに対する態度とか、はい、応援される人間になるとか、はい、あと何だったっけかな、人間性を豊かにするとか、はい、なんかそういうことまでこう高校生の時に作ったっていうものが、はい、そういうことまでまあ、メンタルだったりちょっとスピリチュアルな部分だったりとかまで、はいはい、ゴミ拾いだ、ゴミ拾いが書いてあったりとか、はいはい、なんかすごい誠実な人間にこうなっていけるものなのかなっていうふうに僕の中で、はいはい、そのバランスよくこの埋めていくことで、はい、なんかなっていけるのかなみたいな、僕も偏った人間なのでちょっとチャレンジしてみたいなと思っているところでもあるんですけど、ね、これはちょっと今ね、期間が空いてますけど、はい、一般の人向けにセミナーを開催しているのと、はい、今 DVD を作ってますのでね、はい、DVD を購入いただくと、はい、講座を丸まま収録してる、はい、実際にやった講座、はい、で受講生とのやり取りも収録させてもらってるやつがあるので、はい、もし時間のない人はね、はい、ご自宅でできるように作り上げた DVD もあるので、はい、で、その DVD の中でもセミナーの中でも触れてないんですけど、はい、実は8つの考え方っていうのがあって、はいはい、マンダラ思考って言ってるんですけど、はい、マンダラ思考8原則っていう、はい、考え方が目標に向かって8つは枝分かれするその8ってことです、うん、そうですそうです、はい、人生とビジネスを豊かにするためにはこんな大切な考え方が必要だよねっていうのは8つ、その中に感謝があるんですよ、はあ、うん、必ず感謝があるんですよ、うん、だから本当に誰に日々感謝して生きていきたいですかとか、うん、はい、こんなんあんまり考えたことないでしょそうですね、私も出会うまでね、ああそうかと、確かになと、ありがとうも言わないといけないねとか、ご近所さんにも積極的に挨拶しようとか、それこそ自分の範囲で申し訳ないけどゴミ拾いぐらいはね、道路に落ちてるやつも拾ったらいいなとか、そうですね、環境に対してとかっていうことですね、はい、なのでそういうことも考えられるようになってくればすごくお互いに良くないですか。そうですね、ね、だから大谷選手も多分マンダラ思考の8原則を学んだ上で整理されていると思います。そうなんですね、はい、ありがとうございます。今のDVD の話なんですけど、なぜあの人は売れるのかと不思議がられる方法という DVD と、はい、マンダラチャート活用術という、はい、DVD を、はい、出されているということで、この www.pika1はい、1ですね、はい、ドット、CLUB、クラブですね、はい、スラッシュ DVD で、DVD の紹介を、見れるので、はい、よかったら、ご覧になってください。そうですね、基本的には、はい、ピカイチドットクラブと覚えてくださればわかりました、www.pikaichi.club スラッシュ DVD ということで、ね、そうですね、この紹介ページに関しては、はいはい、すみません、ありがとうございます。
この DVD もそうなんですけども、はい、残りが、少し短くなってきたので、はい、今後の、活動の紹介などもしあればお願いしたいんですけども、はい、ありがとうございます。もういろいろ質問もいただいてね、はい、もう企業研修なんかはもう直接メールなり、はい、いただければいいですし、はい、連絡先やホームページがあるので、はい、そして面倒くさい時は広島の広に、はい、広の旧漢字ですね、正確に言うとね、はい、広島の広の旧漢字に瀬戸内海の瀬、はい、で親孝行の孝に漢数字の1、広瀬孝一で検索したら山のように出てきますから、はい、パワフルマネジメント、広瀬孝一と調べていただければ、はい、たくさん出てきます、ね、たくさん出てきます、はい、でいっぱいサイトがあるんですけど、はい、ピカイチドットクラブを探していただければ、あ、はい、そこへ電話も載っけているし、はい、メールも載っけてますので、はい、よろしくお願いします、はい、でそれはいいとして、ちょっとじゃあお時間いいですか、はい、よろしくお願いします。私のね、所属する沖縄県中小企業家同友会でございまして、はい、沖縄県には7つの支部があるんですね、はい、八重山宮古もありますし、はい、本島は北部、はい、中部、はい、それから裏西といって浦添西原、はい、で那覇、はい、ね、それから南部、はい、といって支部がそれぞれあって、私は中部支部に所属をしているんですけど、それだけの方たちが中小企業の代表社長さんたちが集まる、沖縄県ではね7支部もあるということですね、うん、7支部で会員数は約1200社、あ、そんなにいるんですね、はい、中部支部だけで約200社、はい、今会員さんがいらっしゃるんですけど、そんなにたくさんいるんですか、そうなんですよ、実はね30周年、はい、中部支部30周年今年迎えましてね、はい、ぜひ、はい、会員様対象じゃなくって、はい、広く沖縄県にお住まいの皆様にいろいろこう考えていただくきっかけとして、はい、イベントを企画しましたので、はい、ご紹介させてください、はい、その考えるきっかけというのはこの、起業家さんたちが集まっているということで、お仕事に対してということですよね、基本的には未来ですね、未来について、はい、沖縄のより良い未来を考えたときに、今子供、はい、ね、子どもの問題といって貧困の問題があったりとか、はい、大人にしたってね、所得が低いっていうリアルな問題もあって、はい、その子たちはね、じゃあ満足にお小遣いもらえてるかとか、下手すると両親は残業で遅いから、晩ご飯が食べれない子もいるかもしれないし、はい、そういう貧困の問題みたいなところがあるのでね、はい、今回子どもたちの可能性を見つめ未来へ羽ばたこうというタイトルで、はい、3部構成で3時間のイベントを企画をしました。はい、で、第1部はね、現代版の組踊り、はい、雨割り、はい、チムタカの雨割り、はい、これはオープニングで踊りがあって、はい、第2部で考えていただくきっかけとしてパネルディスカッション、はい、これはね、沖縄県の子ども未来支援課長もお呼びさせてもらったりとか、はい、あと障害者施設の施設長をお呼びしたりとか、はい、それから実際に自分がお母さんが病気で倒れて、はい、もう施設に入らざるを得なかったっていうね、はい、方、はい、うん、当事者ですね、はい、このお三方を迎えてパネルディスカッション形式で、はい、いろいろお話を聞いたり、はい、沖縄の現状を学んだりする機会を設けてます。で、はい、第3部はちょっとやんちゃな子供、はい、まあまあいわゆるよろしくない、はい、一見するとよろしくない方向にちょっと行っちゃった子たちが、はい、結局ダンスを通じて人々が喜んでくれるっていうことを体験した結果、はい、今日本で何か所かダンスチームを作っている、はい、主役は子供たちなんですよ、はい、そのチームがあるので、これは子どもたちにダンスを踊ってもらって、はい、自分自身の存在価値を認めてもらったり、はい、喜んでもらうっていうことを実現した一つの形としてね、はい、見てもらおうかなと、はい、これが今月なんですけど、はい、9月29日、はい、沖縄市民会館の大ホール、
はい、はい、1500人入れるという、1500人入るところを押さえてますのでね、はい、ぜひ取りにお越しいただける皆さんはこっちに取りに来ていただいてもいいんでしょうかね。チケットということですね。はい、当日会場で現金払ってもらえるチケットがあるんですけど、まあよろしかったらね、はい、それをこちらに置かせてもらってもいいし、E プラス、はい、これチケット販売のサイトがあって、はい、E プラスってまず検索してそこへ入ってもらった後にチューブ支部ってさらに、はい、ページ内を検索してもらうと、はい、チケットが購入できるサイトも作ってます、はい、大人1000円、小中高生500円、500円、お子さんは無料ということです。幼児は無料ですね、はい、先ほどのダンスの、若者たちの講師も、関西京都沖縄今村組、はい、今村勝彦氏という有名な方ですよね。この方もね。そうですね、はい、あとゲストの方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ子どもたちの可能性を見つめ未来羽ばたこう。そうですね、9月29日土曜日、はい、沖縄市民会館の大ホールで行いますので、はい、ぜひチェックしてみてください。とりあえずお願いします。10枚こちらにお預けしましょうかね。はい、はい、それとね、もう一個ついでにですね、中小企業家というかの、これはね、これすごいんですよ。日本全国からね、青年経営者が集まる、はい、11月29日と30日、はいはい、全国から沖縄県に集結をして勉強しにわざわざ沖縄で来るというね。あ、そうなんです。で、沖縄県の皆さんも参加できますのでね、はい、そもそも中小企業家というかに入ってないよという方も入ってもらえば大丈夫ですし、はい、ね、場合によったら、まあ、こそっとね、社員ですみたいな雰囲気で参加するとか、ね、まあまあいろいろあるんで、まあ、どういう会ってね、本当面白くって、はい、先輩方っていろんな苦労があっていろんな解決方法をやってきてる。そうですよね、先輩方いっぱいいるんですよ。起業家の方 のみが集まってお話をし合うということなので、ものすごい勉強になるんではないかなと思います。そうなんです。で、名前はね、青年経営者全国交流会 in 沖縄、はい、11月29日30日、はい、2日間やりますのでね、はい、初日の夜はもちろん懇親会もありますので、はい、沖縄の経営者の皆さんは交通費無料、はい、ね、宿泊費も無料でございますから、はい、参加費用だけで OK ですのでね、はい、こういうチャンスなかなかないんですよ、はい、だから僕たちも普段は県外へ行くしかないんですけど、はい、その時にはやっぱり自己負担で交通費、そうです、ね、宿泊費負担していくんですけどね、はい、沖縄でせっかくやりますんで。こちらどちらで行われるんですか？これはですね、分科会というもの、はい、テーマに分かれて、実際に経験をされた経営者が、はい、いろんなテーマがあるんですよ。例えばね、未来を開く人を生かす経営とか、はい、社員と向き合う覚悟とかね、はい、だから選ばれるねんとか、はい、社員と共に走り続ける企業へとか、はい、それぞれ会場が違うんですよ、はい、会場を分かれてやりますんでね、どの分科会に参加したいというものを選んでいただければいいんですが、はい、基本的にはロアジール、はい、ロアジールホテル、はい、それからパシフィックホテル、はい、沖縄空手会館、はい、沖縄産業支援センター、はい、JR 九州ホテルブラッサム那覇みたいな感じで、ちょっと分科会何に参加したいよということで、はい、会場が分かれるっていう形になります。分かりました。第46回青年経営者全国交流会 in 沖縄ですね、はい、青年経営者全国交流会 in 沖縄でちょっと調べていただいて、そうですね、ぜひ参加していただきたいと。で、これおっさん経営者も OK ですからね、はい、ベテラン経営者も大歓迎なんですよ。あ、そうなんですね。なぜかというと異業種だし、はい、やっぱり若い人の発想もお互いに、はい、そうですよね、うん、知恵の交換し合うっていう機会になるので、うん、名前が青年とついてるわけで、ああ、そういうことですね、はい、経営者はどなたでも OK です、OK、ということですね。はい、はい、分かりました。ちょっと時間が短くなってしまったんですけども、はい、広瀬さんに、一つ最後質問させていただきたいんですけども、広瀬さんにとって、人材育成とは、はい、簡単に
どういったことでしょうか。一生続けます。100歳まで。はい。人材育成ってね、やっぱり可能性を広げる機会だと思うんですよ。はい。なのでやっぱり企業様としてはね、そういう機会をやっぱり設けていただきたいですし、うん、そしてやればやるほど現在足りてるもの足りてないものが明らかになっていくんですよね。はい。で足りてないままやるともったいないじゃないですか。はい。やっぱり足りてなかったら知識を手に入れる、はい、能力を手に入れる、はい、磨く、こういうことをやった上で仕事に従事して、うん、仕事のパフォーマンスが3割上がり、はい、お給料も3割上がったら経営者としてはもうどうですか、嬉しくないですか。はい、ね、ありがとうございます終わってしまいました。あ、終わってしまいましたあ、喋りすぎた。いやいやいや、これがちょっとアピってたんですけど、ちょっと見えてなかったっていう。ああ、見えてなかったね、うん、いやでも良かったです、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。面白い話ありがとうございます。いやいや、とんでも